めです。バイドです。バイドチャンネルでーす。アジャベース。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。コメントよろしくお願いします。高評価もなるべく最後まで。もう行こうぜ、もう行こうぜ、もう行こうぜ。ですね。もう次のターン行かれたらもうこっちなかった。お前が白シャツ着てる人で謝罪動画みたいになってるんだから行こうぜ行こうぜ。あの、イッツ・ア・スモール・ワールドあるでしょ。はい、みんな大好き、うん、いわゆる入り口から真逆にあるあの、はい、イッツ・ア・スモール・ワールドですけど、うん、あれってなんかいろいろあるじゃん。バックグラウンドじゃないけど、うん、歴史、まあ、いわゆる世界で見た時でもそうだけどさ、うん、ちょっとそこら辺ちょっと深く知りたいなと思いました今回。はい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 、はい、イッツ・ア・スモール・ワールド、うん、まあ見るからにメッセージ性は強そうよね。めちゃくちゃある外の感じとしてもね。はい、で今回は「イッツ・ア・スモール・ワールド」の歴史とその込められたメッセージを伝えた上で、うん、次「イッツ・ア・スモール・ワールド」乗る時はもう休憩所じゃなくて、うん、もうその進行をしに行ってほしいなっていう。そうね。はい、そもそもとして「イッツ・ア・スモール・ワールド」うん、あれデビューがパークじゃないんですよね。デビューってのはラ、パークってのはランドってこと？はい、実は1964年のニューヨーク万博、うん、ここに万博から依頼されてディズニー側が出展したものなんですよね。ああなるほどね、はい、それがまず、まあ、アトラクションとしてとしてか、うん、そこで生まれたものなんですよ、うん、でそれがその万博が終わった後にそのカリフォルニアのアナハイムっていうそのディズニーの方に戻ってきて、うん、ディズニーなどでデビューしたアトラクションと。はいはい、なるほどね、うん、別のとこで一発デビューしてんだ。そうそう、でもともとはこの万博で生まれたものなんですよってことなんですけど、うん、この万博、このニューヨークの万博のテーマが、うん、理解を通じての世界平和っていうようなテーマのもとの万博だったんですよ。はいはいはい、そこでウォルトが考えまして、自分の中での平和ってどんなもんなんだろうな、うん、そういうものを考えた上で子供たちのいるその小さなこの世界、うん、そしてもう人種とか全く関係なくみんなで歌う、うん、それがもう世界平和だよねっていうようなもうテーマにぴったりのこのアトラクションを、うん、で当時最新技術としてオーディオアニマトロニクスとかね、はい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 、よく聞きますね、そのボットたちが音楽に合わせて声を発するこの新技術を使ったアトラクション、うん、で世界一平和な船旅としてアトラクションが作られましたよっていうようなバックボーンがあっての It's a Small World。 はいはいはい、でほぼ全世界のパークになるんです。うんうん、もう上海にだけないんですよね。へえ、上海だけ一番新しくできたパークなんだけど、これが、うん、これがまあちょっといろいろあって、まああのディズニーのパークっていう形を作ったものの中身はめちゃめちゃもう新しいものっていう、さまざまな面でそういうのは見られるんですよ。カリブの海賊とかめちゃめちゃすごい、プロジェクションマッピングでそういうのいろいろ使ってる。もう技術がえげつない、うん、もうとにかく新しいものっていうので生み出された上海のディズニーなんで、うん、まあ、トゥモローランドが左側にあったりとかね、うん、世界のギャルっていうのはそういうのがある中で、いつはスモールワールドがないのは上海だけっていうのがあるんですけど、うんうんうん、それ以外のパークどこにでもある、うん、でデザインどこも一緒ではないの実は。あ、一緒じゃないんだ。あそこまでカラフルなのはディズニー の、 その日本だけで、それこそ本場のもともと生み落とされたやつがそのまま移行されたアナハイムっていうところの、いつはスモールワールド真っ白、オールホワイト。それはそれでいいな。これにもちょっと理由がありまして、そのウォルトの中で、うん、まあ、いわゆる世界平和、それこそもう純白な汚れのない世界っていうのをイメージしたそのデザインということで、うん、なるほどなるほど。でそれがその意思というものはその日本の方でもちゃんと表されていて、うん、一番最後のフィナーレのシーン、うん、真っ白じゃん、うん、それは汚れがないこの世界だよっていうのを表した真っ白さなんです。そうなんだ、あれ、うん、っていうようなアトラクションになってるわけ、はい、あれは。そして一番最初バイナーチラッと言った出口から一番遠いところ、うん、そうよ、そう、うん、ほぼほぼ全世界、それこそ上海になかったんです、うん、出口から一番遠い場所、うん、出口というかその入り口のところ、うん、まあ、その現実に近いエリアとなってますから、うん、メインストリート、US であったりワールドバザールでお金のやり取りが非常に多い、うん、現実のこの場所が一番遠い場所、この一番遠い場所っていうのがウォルトの考えるこの世の理想の世界、あ、はいはいはい、を一番遠くに置くってこの立地にもこだわったアトラクションなんですよっていうわけ、うん、It's a small world、うん、はいはいはい、で、まあ、日本はリニューアルしてディズニーキャラクターが多く出られましたよっていうのもありますし、はいはい、これデザインしてくれたのがメアリー・ブレアさん、はい、不思議の国のアリス、もうこれね
まあ映ってないけど。映ってねえのかよ。ねえ。ここまでだから。マジ映ってねえじゃん。指差したのどれ？これ指差したの？そうそう。絶対映ってないわ。メアリー・ベリアさんがその内装とかのデザインを担当してくれて、あの色彩なんかも生み出したわけなんですよ。っていうようなもうメッセージが込めに込められたアトラクションというのが It's a Small World なんですよ、うん、っていうことなんですね、うんうん、なるほどね。で海外と比較しても面白いんですけど、うん、アナハイムの方が屋外をこう走ってるよね。じゃあもう結構違うんだ。結構違う。名前は一緒？ It's a Small World って名前。名前だけど、で形式もいわゆるああいう大きい船乗って世界旅行というか、うん、いろんなとこ回るみたいなの一緒。そうそうそう。けどいわゆる外観というかそのそうが違ったりとか、うん、なんか走るコースが違ったり登場するキャラクターが多かったり少なかったりとか。歌とかも流れてるのずっと。うん。同じ歌？同じ歌。同じ歌なんぞ。まあ日本語版とかもあるけどね。ああなるほど。とかはあるんですけど、そういうようなまあ基本的な同じのアトラクションなんですけど外観が違ったりとかして、いわゆるその海外どっか行くってなったら必ずイッツアスモールワールドに乗ろう。ぐらいの楽しみがあっていいぐらい。まあ、確かに。だってそんだけ違うならね。そうなのよ。ああ、そりゃそうよ。絶対乗った方がいいよな。これはもう本当海外行った時のこの楽しみのいいことしても楽しめるような様子としてあるので、うん、It's a Small World ね、うん、ということでそのようなメッセージが非常に込められた、うん、それこそボルトの意思がより強く反映されたアトラクションということですので、ぜひともね、はい、日本でも乗るか乗るときは、その優雅な船旅世界を感じながら、ね、いただけたら思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。また明日。チャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。なるべく最後まで。もう行こうぜ、もう行こうぜ、もう行こうぜ。つねー、もう次のターン行かれたらもうこっちなかった。お前が白シャツ着てるせいで謝罪動画みたいになってたから。行こうぜ行こうぜ。しりとりのプーいっぱい出た時みたいになってた。いつも見てくれてみたいな。終わり終わり。さあ、あ、ごめん何も言ってなかったわ。え、そっちからだ。何ですか？イッツアスモールワールドの、うん、歴史かな。はい、歴史、うん、どんな歴史深そうよねみたいなので。なるほどね。これからやるのはイッツアスモールワールドの歴史を俺が聞くっていう動画撮るのね。そうそうそう、わかりました。イッツ・スモール・ワールドあるじゃないですか。まあ、まあ、まあ、日本ツーンさんが日本で提供してくれてますから、うん、しっかりとも運搬されてください。まあ、締め方間違ったけど。でもそう言われちゃうと乗りたくないよね。ね、運搬されるってことね、ちょっと。そうね、マジで言わんでよかったね、日本ツーン。いやよな、日本ツーンさんにも良くないからな。これでもう日本ツーンからのあれ企業案件はなくなりました、もう今で。最悪。もうなくなりました、企業の。日本ツーン営業はもうそれで行くと決めてたのに。もうないよ、忘年会とか呼ばれるかもしれなかったのに。日本呼ばれるか。ここまで運ばれてきましたけど、とか言うこととか、できなくなりましたから。全カットで。全カットで。はい。お願いします。